えー、いつも藤枝まよしを応援していただいている皆さん、ありがとうございます。今は大変な自粛生活ですけれども、えー、また皆さんとお会いできる日を楽しみにしています。それまでみんなで乗り越えましょう。でですね、今日は僕が、えー、秘蔵にしていた資料一つご紹介したいなと思います。これです。見えるかな コピー、ここで停止してねー。はい。まこれはですね、僕がプロ1年目の時に、まだまだ駆け出しの頃に、あのー、コーチからいただいた、こう、プロフェッショナルとは、みたいな。プロとアマの違いみたいなものを書いてる、比較してるものなんですよね。プロは、例えば、プロは人間的成功を求め続けるけれども、アマは、アマチュアは現状に甘えるとか、そういう言葉がずらーっと書き連ねていて、これを、 うーずっと見てて僕はこう、プロ14年間頑張ってこれたっていう自負はあるので、ぜひ皆さんもこういうのをちょっと見てもらって、あ、松岡選手はこういうことを考えてたんだなとか思ってもらえたらいいなと思います。で皆さんも、えー、これからの素晴らしい、えー、豊かな人生のための、えー、この文が一助になればいいかなと思ってます。それじゃあ、皆さんまた会う日まで。